人形の手は人形の肩から紐で吊るし、肘の部分を持って肘を作ったり、手首を動かすからくりを使います。乙女ちゃん、おいでおいで。わー、おいでおいでしてる。女の人形の手は手首だけでなく、指にも関節が2つついています。これも女の人の動きの優しさや美しさを表現できるよ。綺麗だな。三味線を弾く三味で、力強くつかむつかみで。